アトスのアサナシオスは東ローマ帝国の修道士、トレビゾンドのアサナシオスとも呼ばれる。アトスさんに修道共同体を建設、後にこれが聖教会の修道の一大中心地に発展した。アサナシオスは現代ギリシャ語転写で古典ギリシャ語再建音ではアタナシオス。日本聖教会では教会スラブ語表記から転写してアトスの勝つにもの聖神父。 アファナシーと呼ばれる。トレビゾンドに生まれる。修道士となる前の名はアブラーム。ミハイル・マリノスの庇護を受けつつ、コンスタンティノープルで学び名声を得て、ミハイルの甥いにケフロス2世イフォカスと共に、大きな権威を得るに至った。しかし、フォカスが定位につく頃には首都に住む、修道士の主観してありように飽きたらなくなったアブラーム、は、名を、 アサナシオスと改め、ビチュニアのキミナスさんの修道士たちの生活に加わった。958年には、アトスさんに住まいを移した。アサナシオスは、イントン社とスキテを、サラ先人ンンから防衛することに助力をし、すでにあった、スキテ軍を、大、ラブラとして知られることとなる修道院に組織化した。これらの組織化にあたっては、ニケフォロスによる支援があった。 修道院は963年に正規用紙された。今日もこれは存続しており、当地ではしばしば単にラブラもしくは修道院と呼ばれている。さらに他に3つの修道院が短期間に建設され、これらも現在の地に存続している。修道院の建設にあたってはすでにアトスさんに住んでいたイントン者たちから少なからぬ反発があった。 彼らは、アサナシオスによる介入に反発し、自分たちの生活に規律を持ち込まれることに抵抗した。ニケケホロスの死後、アサナシオスに敵対する、者たちが優勢となり、ヨアニス一世・ジミスキスの治世になるまで、アサナシオスは、アトスさんを離れて、キプロスに行かなければならなかった。ヨアニス一世・ジミスキスの時代には、大、ラブラに対する支援も再開され、 設立直挙場が971年に与えられた。神聖な光景を見たことに励まされたアサナシオスは、アトスさんにもう一度戻り、店員となり、ステゥディオス修道院と、大和市力則所にのっとって、教授修道院のためのティピコンを再編集した。アサナシオスは、崩落した聖堂のクーポルの石像部分の下敷きになって永民した。アサナシオスは、聖教会により、 聖人に劣勢され、記憶日は7月5日である。アブラーム、アブラハムの現代ギリシャ語表記、転写。古典ギリシャ語再検音では、アブラーム、ありがとうございます。